とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました、ありがとうございます。デイリークエスト3をバブルバースターの花火でクリアしてみてくださいということですね。ありがとうございます。装備ですけども、これでいきます。ツタの鞭に輝くローブの、クールダウン4のポーションバリアだね。にネバネバ、アーティファクトは羽、花火ですね。いきましょうか。ここがいいと思う。デイリーさんで、プレイヤー HP が 100% 増加しますので、251でも大丈夫でしょう。いきます。それではいきましょう。これね、絶対矢が足りないのよ。矢が間違いなく足りないので、最初にソウルを貯めて、んでもってあれだね、増殖をしていきましょう。まずちょっとソウル貯めます。ちょうど最初にね、この草刈り場所があるので、ソウルが貯めやすいです。 OK、 ナイス。 OK、 ソウルは貯まりましたね。なので、あとは矢が出てきてくれるのを願うだけ。あぶね、よっしゃ。確か花火でも、あ、うん、花火でもポーションバリアは回復する、うん、発動するね、リフレッシュが。あぶね、なんだモブ速度、あー大丈夫、モブ速度なら大丈夫です。ねえ、矢が出てきてくんないな。あー、出た、ナイス。 OK、 ちょっと増殖していきます。増殖完了。1023本、うん、1000本あればいけるでしょう。 OK、 基本的に常にポーションバリアを張って進んでいこうかな。まあ、常にはちょっと難しいか。まあ、いけなくはないけど。うん。まあ、極力、ポーションバリアは切らさないように、いきたいと思います。うん。今回は結構ね、この、HP が 100% 増加するところ、あー、危ねえ。危ねえ。あれがいる。変更がいる。よし。あぶねえな、これ変更が来たら終わるね。ああ、ちょっと待て、もう花火で攻撃してはいいけど、やっぱどうしても普通のね、弓を発射するのよ。それを跳ね返されるとダメだ。はい、あぶねえ、何体いるかな。キャプテンはできるだけ多めの方が嬉しいけども、どうだ。まあ、とりあえずこの反対側にはいるよね。これね、スライム、これ要注意なのよ。スライムの特に変更がついてるやつとかが来たら終わるからね。え、いない？ちょっと待て、待て！やけども痛いからやめてくれ。まだいるの、あっち。いや、いるわな。うわー、ひどいひどいひどい、これはひどい。ようわからなくなってる。 OK、 はい、いけた。え、こん中、こん中だよな。え、なんかある。あー、いるわいるわ、います。珍しい。あぶねえ。え、でも奥にはもういないよね、脅威。あ、いるか、いるかもね。いや、いないか。一応やってみます。いなかったー。まあ、いや、分かってたよ、うん、いないんだろうなっていうのは分かってたけども。よし、終わり。キャプテン探しながら進みます。いた、
ったけども、このやけどスライムがうっとうしい。いや、早い早い早い、そうか、モブ速度が上がってるからか。ちょっとうっとうしいって。オッケー、逃げよう、もう逃げよう。いるねいるね。でもすごい場所だな。オッケー、まずこのビープリーフなんかしよう。オッケー、逃げたね。待て待て、やばい、ちょっと移動速度早い早い。お前たち何来た。あ、略奪者に変わるか。あー、ぬるいやつが来たね。ぬるぬるです。ではあと脅威1と、待てって神秘1行きましょう。もうそろそろ最後かな。そろそろラストになるでしょうけども、なかなかえぐいすごい。結構敵がね、遅いやつが結構多いんだけども、もうすでにね敵が速くなってるから逃げれない。なんでもう全部戦っていくしかないんで、これがなかなか辛いね。オッケー、もうちょい、行くぞ。でもやっぱね、このねリフレッシュがむちゃくちゃいい。このリフレッシュでまあなんとか生き延びてる感じですね。オッケーオッケーオッケー。敵が多いところに一気に突っ込む時とかはもう全然いいわ。あー、ちょっと待って、もうすでにね2回やられました。2回やられたんで、ちょっとくんなって、よし、こいつ本当に多分中だな、下にあるんだろうね。うん、でもまあとりあえずはこっちの方から攻略していきましょう。いや、すごいって、これ。これはすごいって。よし。あ、でも花火だからこれいけてるんだな。うん。これ花火だから、いけてんだわ。危ねえ！よし。ちょっと待って、リーフ、あいつなんとかしよう。わかってるって。早いって、動きが早い。で、死んでも倒したんで、OK です。チェックポイントに戻る。もう、こういうやり方しないと、無理。あん中で、変更とか出られたらもう終わるからね。こっちも、よし。では、下に潜っていきましょう。キャプテン2体残りいるか。とりあえず、おお、とりあえず1体はいるもんね。1体は間違いない。2体目がね、あんまりいないんだもんね、ここ。下の方か。どこだ。あ、いたいたいた。よし、OK。神秘、うわ最悪最悪、ちょっと待て。あ、これいないな。うん、これはうん、ここで反応がないってことはいないね。やばいやばいやばい、危ない。ということで、ボスに行きましょう。旗は5個でしたね。いや、最後のここ結構きつい。危ねえ、あー、もうもうエンチャントのやつが出たらダメだってば。いや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 、霊気のやつが出るなって、バカじゃないのか。よし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 、とりあえず
コースまで来た。サクッと倒す。ああサクッとは倒せない、サクッとは倒せないよ。早く出てくれ。いやいや、このボス戦になるとねリフレッシュがちょっと効きづらいんで、やっべえなー。どうだ、いやダメだ、減らせない。でもとりあえずダイナモ20で、いやそもそも雑魚があんま出ないんでダイナモが溜めにくい。よっしゃ一緒に行け、同時に倒そう。いやいけるか、意外と最後の最後硬い。よし、オッケー。あとは、ああここからがきつい、ここからきついよ。ナイトモードも入ってるしね。いけ、いや、強行突破がちょっと難しいわ。いくぞ、いやこれきつい。ちょっと待って、ちょっと逃げろ、ちょっと戻れ。あぶね、ボーボがいる、ボーボ。ちょっと待って、急げ。あぶねーあぶねー。報酬はアーティファクトです。何が出るかな。255、あーまあまあまあかな、まあ持ってると思うけど。はい、ということで今日はですねコメントありがとうございます。バブルバースターの花火ビルドやってみました。デイリーさんだけどもいけますね。うん、リフレッシュが本当にいい感じで入って、うん、スライムなんかも花火で一気に倒せてよかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。